前回函館公園と函館山で景色を撮影してきました。その中でもこの日が天気が良かったということもありまして、津軽海峡の反対側には青森県を見渡すことができました。また函館山からはこのように津軽海峡に夕日の一本の光の線ができていたので、こちらを撮影することができました。さて今回は函館駅からのスタートです。今から新函館北斗駅に向かいます。時間はあと10分しますと20時になるところです。バスは23時に発車するので、まあ少し時間あるので北海道新幹線をもう一回撮影しに行こうかなと思っています。で、どちらとも新函館方面に向かう普通列車です。で、こちらの733系千番台普通函館ライナー、こちらの列車番号 B の1001ということでトップナンバー車です。いやー、運がいいのか。ということで今から新函館北斗に向かいます。この先揺れますので、お立ちのお客様はつり革や手すりにおつかまりください。 We will be changing to another track. If you are standing, please hold on to the hand strap or rail.皆様こんばんは。今日も JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。函館線普通函館ライナー新函館北斗行きです。これから五稜郭、桔梗、大中山、七重に停まり新函館北斗へ参ります。北海道新幹線をご利用のお客様は終着の新函館北斗駅までご乗車になりお乗り換えください。列車は3両編成で、トイレは3両目の前側にあります。お客様にお願いします。列車は走行中やむを得ず急ブレーキを使うことがあります。お立ちのお客様はつり革や手すりにおつかまりください。次は五稜郭に停まります。普通にこの荷物を持った新幹線の運動だと思うんですけど、まあ乗りません。なかなかないですよ、こうやって荷物大量持っといて乗らないで。で、今到着した列車は盛岡行きの早瀬です。ご案内いたします。こちらの早瀬98号盛岡行きは北海道新幹線盛岡方面の最終列車です。そしてこちらの新幹線の種別早瀬号、こちらの早瀬号ですが1日上下2本ずつ設定されております。早瀬98号で使用されています車両はロングノーズによって営業速度320キロの最高速度を達成した JR 東日本 E5 系新幹線です。やはり E5 系と言いますとこのロングノーズ、そしてピンクのラインにシンボルマークのはやぶさのロゴ、これがとてもかっこいいんです。いやー、これだけ荷物を持っといて乗らないというのも面白いですよね。ガラガラと。で、あと2分ほどで発車するってことで、まあ、そちらを撮影していきたいと思っています。本当ならこういう荷物を置いてきた方が良かったんですけど、キハ40も止まってます。すごいですね、ガラガラですよ。これは今回は私は乗ることはないんですけど、
番線から20時43分発盛岡行き早手98号が発車します。次の停車駅は木古内です。ドアが閉まります。ご注意ください。11番線から盛岡駅早手98号が発車いたします。ドアが閉まります。ご注意ください。かっこいい。で、今は新幹線は1編成もいません。もちろん列車も1編成もいません。新幹線のホームにも列車はいません。そして人も私ゆうてつだけです。警備員の姿はなくないですね。新幹線は来ないので警備員は休憩に入ったようです。で、乗客もいないって、今はいないってことで、ここにいるホームにいるのは私、ゆうてつだけです。こんな、なんかちょっとした貸し切った感じがあるんですけど、安心してください。この上に防犯カメラがあります。よかった、これ一人ぼっちじゃないっていうのが安心です。北海道新幹線ではこのような椅子を設置しております。これいいですよね。幅もそんなに取らなくて済むこともありますし、また座ってくれますとこのように下ろすだけで座ることができます。これ札幌駅にも置いてほしいなとか、あとは函館駅とか結構いいですよ。座り心地も最高です。さて、誰もいない新函館北斗、ちょっとお腹空いたので、さっき大沼公園で購入しました。こちらの大沼団子、こちらを食べます。いただきます。今回は大沼団子の定番商品、醤油とあんこです。今ではキハ261系千番台に統一された特急北斗ですが、以前まではキハ183系の車内販売でこちらの大沼団子を販売していました。しかし今はキハ183系も海外に譲渡され、 JR 北海道での車内販売も終了しました。これが時代による流れの変化です。そして食べる場所も車内から新幹線のホームに変わりました。この日はとても綺麗な月を撮影することができました。ちなみに撮影している場所はこちらの北海道新幹線のホームです。次の列車が来るまで時間があったので、新函館北斗駅、北海道新幹線のホームを散歩していきます。まず最初はこちらが北海道新幹線新函館北斗駅の駅名表です。現在では
新函館北斗駅と右側に木古内、そして数十年後になりますと左側に新八雲駅が付け足されると思います。お次の写真はこちらは駅員が立つ場所です。なぜ予想できるのか、それはこちらの写真は反対ホームを撮影した写真となっておりますが、左上には安全柵の扉の開閉を行うためのボタンだと思います。そして右下には非常停止ボタンもあります。また近くにはこのように6つのモニターがあります。これで安全を確認し、車掌さんに発車していい合図を出すようです。これだけのモニターがありますが、中でも真ん中の方にありますモニター、少しズームしてみますと、ホーム上以外にも在来線との乗り換え改札口、そして階段も映し出されています。ここまで確認できるというのも新幹線設備の大きな特徴です。そしてこちらは10号車の扉です。10号車の扉と言いますと、人生で一度は乗ってみたい座席、グランクラスです。ホーム柵に大きな変化はありませんが、やはり10号車の10という文字があるだけでも特別感が感じます。そしてこちらは魔法の切符ではありませんが、新函館北斗駅の入場券です。1枚200円、2時間滞在することができます。ちなみにこの日だけでも新函館北斗駅の入場券を2回購入しています。まもなく列車が到着します。ご注意ください。 A train is arriving. Please be careful. 11番線に新青森行き早手100号が到着いたします。安全柵から離れてお待ちください。お待たせいたしました。11番線に到着の列車は21時57分発新青森行き早手100号です。こちらが早手100号新青森行きです。車両は先ほどご紹介いたしました JR 東日本 E5 系新幹線です。もちろん先ほどご紹介いたしました E5 系新幹線、こちらの車両と同じ形式ですが、側面の行き先表示板には早手100新青森、こちらが表示されております。そしてこの後、東京方面からやってきます新幹線が到着いたします。
現在新函館北斗駅に到着いたしました新幹線。こちらの新幹線は東京駅17時20分に発車いたしました。はやぶさ239号新函館北斗駅、車両は JR 北海道 H5 系新幹線です。こちらの H5 系新幹線、奥の方に停車しています車両ですが、こちらの車両の特徴はこちらの紫のライン、 E5 系ではピンクのラインでしたが、 H5 系では北海道のラベンダーをイメージした紫のライン、そしてロゴは白はやぶさをモチーフにした北海道のロゴです。そしてこちらの H5 系ですが、車両の編成、こちらが4編成ありましたが、東北で起きました地震により脱線し1編成だけ除籍になっております。やはりこのように E5 系と H5 系の並びはとてもかっこいいです。そしてこちらの花の並び、これもいいですよね。こちらのアングルは子どもの目線と同じぐらいの高さから撮影をしています。大人の目でもとてもかっこいいなと感じますが、子どもの目線からするとさらにかっこよく見えます。まもなく11番線から新青森行き早手100号が発車いたします。戻り遅れなさいませんようご注意ください。JR 新函館北斗駅の在来線ホームです。
こちらも私一人だけしかいませんよ。すごい。この時間帯までに来ることはないので、おすごい。まもなく列車の終了です。ご注意ください。え、なんか来るんですか。まもなく列車が参ります。ご注意ください。何が来るんだ。現在撮影しています列車は、こちらはこの後乗ります特急北斗です。このようにして新函館北斗駅に向かっている様子が見れます。まもなく列車が参ります。ご注意ください。21時15分発函館行き特急北斗22号が到着いたします。まもなく列車が参ります。ご注意ください。お待ちください。まもなく函館行き特急北斗22号が到着いたします。ご注意ください。またご乗車には乗車券のほかに別途特急券が必要となります。ご利用のお客様はご注意ください。7番乗り場から回送列車が発車します。ご注意ください。7番乗り場から回送列車が発車します。ご注意ください。はい、ということで無事に函館駅に戻ってきまして、函館での全ての工程を終了しました。あ、結構楽しかったのもありますし、思い出もあります。でこの後なんですけど、14番の今から、ね、発車しますニュースター号、こちらに乗車しまして、札幌に戻り帰ります。それでは本日の動画はここまでとしておきます。今回の旅で多くの新幹線を撮影することができてとても楽しかったです。そして今回の企画2泊4日の旅、次回の動画で4日目に入ります。それではご視聴いただきましてありがとうございました。